徳天皇は、1119年に鳥羽天皇の第一皇子、明仁親王として誕生します。5歳で鳥羽天皇の上位に伴い即位し、11歳で藤原忠通の娘の清子が受胎します。その頃白河法皇が崩御し、鳥羽上皇による院政が始まります。22歳の時、鳥羽上皇から上位を迫られ、成仁親王が近衛天皇として即位します。上位に伴い、崇徳上皇は鳥羽田中殿に移り、新院と呼ばれるようになります。1155年、近衛天皇が17歳で崩御し、崇徳上皇の弟である、正敏親王が後白河天皇として即位します。その後、天皇家は崇徳上皇派と後白河天皇派に分かれ対立するようになります。1156年、鳥羽法皇の崩御をきっかけに、天皇家の対立は、藤原摂関家の対立と相まって、源氏平家両武家を巻き込む形で、戦へと発展します。保元の乱です。崇徳上皇は、鳥羽田中殿を脱出し、白河北殿で藤原の頼長や源為義と合流し、援軍の到着を待ちますが、後白河天皇派の源義朝や、平清盛の軍勢による夜襲を受け、白河北殿を脱出しますが、すぐに捕獲され、讃岐に島流しとなるのです。崇徳天皇には、いくつかの逸話が残されています。小倉百人一首に、背を早み、岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。という有名な和歌が残されています。方言物語によると、崇徳上皇は讃岐の国での軟禁生活の中で、仏教に深く傾倒して、極楽往生を願い、五部大乗教の写本作りに専念して、戦死者の供養と反省の証にと、完成した5つの写本を、京の寺に収めてほしいと、朝廷に差し出したところ、後白河天皇は、呪詛が込められているのではないか、と疑ってこれを拒否し写本を送り返しました。これに激しく怒った崇徳上皇は、舌を噛み切って写本に、日本国の大魔炎となり、功を取って民とし、民を功となさん、この経を魔道に得功すと地で書き込んだとされています。そして崩御するまで爪や髪を伸ばし続けて、夜叉のような姿になり、後に天狗になったとされています。また崩御後、上皇の棺から、蓋を閉めているのにもかかわらず、血が溢れてきたと伝わります。さらに、1868年に明治天皇は、自らの即位の礼を執り行うに際して、勅使を讃岐に遣わし、崇徳天皇の御霊を京都へ帰還させて、白峰神宮を創建しました。蹴鞠の宗家であった飛鳥家の屋敷跡に創建された、白峰神宮の摂社に祀られる盛大明神は、蹴鞠の守護神とされ、現在ではサッカーのほか、球技全般及びスポーツの守護神とされていて、サッカーをはじめとするスポーツ関係者の参詣も多く、社殿前にはサッカーやバレーボールの日本代表チームや、J リーグに所属する選手などから奉納されたボールを見ることができます。そんな白峰神宮へは、市営地下鉄今出川駅から徒歩9分です。Thank you.